ツーリングが久しぶりすぎて、いつもやっていることを忘れてしまう。さあ、どんなでしょうか。おお、でもすごいね。ほんとこの道ぐにゃんぐにゃん。三重県来ました。まだ雨は降ってません。ナビの設定がしたいです。あ、少し雨降ってるな。ポツポツ当たる。お、電車。お、パールロード 8.5 キロ。もうちょい先にコンビニがあるっぽいから、そこでご飯食べて、でナビの設定をしましょう。お、コメリ発見。鳥羽店。この先パールロードコンビニありませんだって。よし、じゃあこれを右。パラパラと降り始めました。なので雨具来ました。上下、ただいまの時刻が8時40分です。もうだいぶ走ったりなんだりしてるつもりだけど、まだ朝ですね。じゃあ昨日を含めると12日間、今日から11日間、近畿ツーリング始めます。昨日はホテルに早めに着けたらいいなと思ってたし、今朝もフェリーに間に合いたいなっていうのがあったんで、若干慌てたような雰囲気が醸し出されてしまったかもしれないんですが、もうこれからはゆったり行きましょう。ただ初日から雨っていうのが残念ですが、まあこれはしょうがない。おそらく今日の午後くらいからざーっと降って、で夕方には上がってる感じで、明日が曇りで日曜日にまたちょろっと降って、でそっからずっと雨はない予報ですね。今のところ全部で12日間ですからね。およそ2週間先の天気予報、割と当てにならないから。でちょうど季節の変わり目だからね、天気がどうなるかが心配ですが、まあ、先のことを心配してもしょうがない。一日一日を楽しみましょう。すげえな、ぐにゃぐにゃ。ツーリング自体が超久しぶりだし、長距離ツーリングも超久しぶりだから、もういろいろ気をつけましょう。運転に気をつけつつ、無事に自走で帰れるように気をつけつつ、でも安全第2で精一杯楽しみます。安全第1じゃないですよ。安全第1だったら私は多分家にいます。安全第2。最初の目的地がツーリングルートですね。パールロード。これは何年前だったっけな。2017年か2018年に紀伊半島、ここですね、来た時の動画。その動画にこの道もいいですよっていうコメントをいただいていて、じゃあ今度行ってみようと思ってたんですよ。ようやく。あと500メートル。お、書いてある、パールロードシーサイドライン。おお、橋がいいですな。旅気分がだいぶ盛り上がってきた。フェ
ェリーの中はね、もう寝てました。はい、じゃあここからパールロードです。そしていきなり工事。パールロードってことは、あの左側のやつは牡蠣を養殖してる。あ、やっぱスマホの充電減ってくな。充電してるんだけど電池が減ってく。なんでなんだろう、調子悪いのかな。充電器、バイクから出てる充電器。 GO。 あ、そうだ、ここの距離と時間、 20.8 キロ、25分の道です。ツーリングが久しぶりすぎて、いつもやっていることを忘れてしまう。さよなら。後ろに1台。結構グニャグニャだね。ほい。まだ心の底からほいって言えてない。緊張してる。バイクを走らせることに緊張してる。あとは今日を含めた11日間近畿地方を走りまくるんだっていう事実がのしかかる。のしかかるっていうか、大丈夫なんだろうかっていう。準備はきっちりしてきたはずなんですが、今はとにかくスマホのバッテリーがどんどん減ってるっていうことがものすごく心配。減り方が尋常じゃないんだよな。コンビニを出発してからまだおそらく20分も経ってないんだけど、もうバッテリー 67% まで減ってる。なんでこんなに減ってくんだろう。ディスプレイの明るさもちょっと暗くしたんですけどね。さよなら。わあ、霧染めみたいなやつが。わあ、風が出てきたな。すんごいぐにゃぐにゃ。この視界が悪い中走るには少し適さないほどのぐにゃぐにゃ。あ、これ右だった。鳥羽展望台。ぐにゃぐにゃすぎて U ターンできそうな場所がない。うわ、風が、うわ、海と空の境界線が分かんなくなってる。あ、ここ U ターンできそう。さあ、近畿ツーリング1日目ですよ、これが。はい。私の予想だとね、今日が一番辛いと思うんですよね。これ左。はい。入り口ゲートは9時半からん8時59分。まだ入れない。でもゲート開いてたよね。うわー、ほとんど人いない。やったー。じゃあ景色見ようぜ。お、二輪って書いてある。じゃあ景色見ようぜ。景色。
おいおいさあどんなでしょうかおお、でもすごいね、壮大だ。おお、雨が雨降ってますが、うん、その辺とかすげえ遠いもんな。だいぶ登ったんだね。あ、富士山見えるんだ。一応写真撮るか。うわー曇ってる。再起動してみる。電池の減り方が尋常じゃない。貴重な回転シーン。割と降ってきた。ブーツカバーしよっかな。ブーツカバーした。よかった。鳥羽展望台でよかった。屋根があるって最高。バイクが見れる位置に屋根があるところです。鳥羽展望台。ただいまの時刻9時15分。予報より降り始めるのがだいぶ早かったですね。じゃあパールロード続きで、ずっと走ってると的屋湾展望台っていうところがあるんで、そこ行ってみましょう。また展望台雨の日に、まあしょうがない、天気はしょうがない。ここ鳥羽展望台、そっちの方に登ってってももっと開ける場所があるし、なんかこっちの背中側の方に行ってももっと開ける場所があるっぽいです。いや、この霧雨っていうのが一番視界が悪くなる。ヘルメットに細かい雨粒が、路面が目に見えて濡れ始めたので気をつけましょう。滑らないように気をつけよう。景色の良いルートに入りましたのって。いや、あのタイミングでブーツカバーつけられたの、まず不幸中の幸いだったな。鳥羽展望台多分忘れないと思う。 あそこでブーツカバーできたな、助かったな。ずっと覚えてると思う多分そうじゃないんだよって思うかもしれませんが、景色の場所だよっていう、私にとってはブーツカバーを屋根の下でつけられた場所。いや、降るならちゃんと降ってほしい。すぐ目の前が見えなくなる。カメラ大丈夫ですか。カメラは防水処理、防水処理っていうかビニールテープぐるぐる巻きにしただけですけど、それしてあるんで、うん、雨は大丈夫です。防水のカメラなんだけど、防水のカメラの蓋を常時開けてるんですよね。で、充電と外部マイクをつないでるので、そうすると防水じゃなくなるんですけど、まあ、それで1回青森で壊れたんですけど、なので本体と配線のあたりをビニールテープでぐるぐる巻きにして防水処理してます。私 YouTube をあまり見ない人だから、 YouTube にたくさんいるであろうこういうツーリング動画上げてる人
のことをわからないんですけど、あんまり雨の日でもずっとこうやって撮影してる人っていないんじゃないですかね。 GoPro とかだと防水しながら、外部マイクつないで、常時給電するなんていうのもなかなか難しいもんな。私も GoPro9 を持ってますけど、あれで今と同じ状況をどうやってクリアしようかって考えると、どうやればいいんだろうって感じですね。 GoPro はちょっと使ってやめました。ボツ動画がいくつもできてしまったので。私の使い方だとやっぱこのソニーのカメラがいいんですよね。ほんとこの道ぐにゃんぐにゃん、晴れてて、もうちょっとバイクに慣れてる状態だったらもっと楽しめるかもしれない。今結構緊張してます。とにかく視界が悪い。ヘルメットのスクリーンに霧雨が当たって目の前が見えなくなる。でもガラガラでよかったね。これいっぱいバイクとか車とかいたらもうもっとゆっくり走ってますよきっと。今でも十分ゆっくりだけどね。相当マージン取ってますよ。県道128号、そう、今回県道じゃないところがあるんですよね。府道の場所があるんですよね。京都府と大阪府、私新潟出身神奈川在住なので、何々府っていうところが近くにないから、言い慣れてない。府道南号、もうあの六角形のヘキサ看板を見たら県道南号って多分言うと思います。気をつけないとね。意識して、今自分は京都府にいるのか大阪府にいるのかを意識して、不動って言わないとね。あ、後ろから車来た。後ろから車来たで思い出したんですけど、あのようやくドライブレコーダーをつけまして、今見えてるか分かんないけど、この青く光ってるやつ、これが GPS 受信しながら記録してますよっていうランプです。青点灯、正常動作中ですね。まあ、ドライブレコーダーを使って旅の記録とかをつけようとは思ってないんで、ドライブレコーダー買った時に付属してきた 32GB のメモリーカードを入れてます。なので事故った時とか、ちょっと見えづらいけど、この下にボタンがあるんですよ。これを押すと、全部で45秒あったかな、ボタンを押すと、押す前の30秒間と押した後の15秒間が記録される。あと衝撃検知っていうのもあって、事故った時とかに自動で記録されるっていう機能もあって、それも衝撃があった30秒前と衝撃があった15秒後までが勝手に記録される。メーカーは三つ葉っていうところの買いました。 EDR21G-α ってやつ。先行ってもらおう。はい、早い早い早い。 K のバンに置いてかれる。これでも安全第2ですよ。十分楽しんでますよ。ただね、この R の小さいぐにゃぐにゃ道は、あのこの辺の人じゃない私にとって結構2日目でこれはきつい。しかも雨の日、霧雨。ほら、もうあんなところにいる。早い早い早いっていうか、私が遅いんだけど。おー、リア式海岸っぽくなってきた。